はい、こんにちは、つべチャンネルのつべです。いつもつべチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと演奏動画ではないんですけど、ご覧ください。あちらですよ。 This is Nagoya Dome。 Nagoya Dome、 これですよ。もう9年ぶりぐらいにね、ちょっと名古屋ドームに来てちょっと散歩しようかなという企画になっております。今日は一人じゃないんですけどね、もう一人撮影していただいている、なんかニックネームある？カズヘリで。はい、カズヘリ、カズヘリさんで、はい、じゃあカズくんね、はい、カズくんっていう方にねちょっと動画回してもらってて、カズくんはねもうあれなんですよ、ツメさんの大ファンでね。そうです。そう、僕の大ファンで、もう現役時代僕のことをずっとね追っかけ回しとったみたいで、でパチンコのねマルハンで僕がパチンコしとった時に後ろからナンパしてきて、ツメさんですよねって言って、で仲良くなって今がに至るというとこですね。はい、そうです。はい、そんな感じで、はい、まあで今名古屋ドームが来てあるんですけど、ここ今撮ってる撮影してる場所が応援団の荷物置き場なんですよね。ちょっと見に行きますか。はい、これ入っていいのかな、ダメなのかな。こっちから行こうか。こっちから。これもなかったよ昔は。あ、そうなんですか。そう、これもなかった。こっちからみんな行ってて、あそこの坂の下になんか倉庫みたいなのがあって、はい、そう、そこにこうなんか弾幕とか、そう、ポールだとかドラムのバチだとかね、そうあったんですけど、今どうなっとるか。あ、今何もないですね。あ、これここに本当に棚があって、で鍵をバー開けて、この中にこう背番号機だとかポールだとか、いろんな荷物をそう入れとったっていう。今はもうこれはダメですね。工事の安全第一って書いてありますね。はい、はい、これはいかん、はい、というわけで、はい、早速ですけど名古屋ドーム向かいますか。向かいましょう。向かいましょうか。カズ君は何年ぶりかな。僕ですね、まあ5年ぶりぐらいですかね。ヨダの時代かな。ヨダの時代ですね。ヨダの時代ね。もう僕はね、もう本当応援団辞めてからね、もう名古屋ドームを見るのも嫌になって、そう、本当にね、もう名古屋ドームの姿を見るだけでトラウマやったんでね。なるほど。そう、今こうやって見るだけでちょっと胸がねキューってなるんですよ。あ、そう。でここのね、こういう坂をこうみんなこう台車でこうやってゴロ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 つってさ、はい、うちの階はこう背番号機とかめちゃくちゃあったから、もう台車にこうやってコロ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 つってこう転がっていかないようにさ、こう引きずりながらこう行くわけですよ。そうで、こう昨日の中日はどうやったって、今日は先発誰やみたいな話をしながらこう名古屋ドーム向かうわけですね。なるほど。そうで、まあ開門前の1時間前ぐらいからこう荷物を準備して、はい、そう、まだ若手の頃はね、もう本当にね、ご年配の方らのベテランの方がねいる中で一緒に開門前から並ぶっていう、あ、そういうスタイルでやってましたね。ワクワクしますよね。ワクワクですよ。その最初のに初めて応援団入った時に初めての試合、はい、オープン戦ですわ、はい、もう夜なんてもう寝れない。あ、もう楽しみすぎて、お、そう、懐かしいね。のどかやね、寒いね。結構寒いですね。寒いね。もうあんなに暑かった夏がもう一気に冬になって、一瞬ですね。一瞬だよ。でこうやって名古屋ドームがドーンとね、でかいですね。でかいな、やっぱり。ほんまでかい。京セラドームとかとはまたあれが違うんだよ。で、あれユーストアって書いてあるね。昔ピアゴっていう名前やったよ。お、ユーストア懐かしいです。そう、で、あそこでこう飯を買って、はい、そう、もうベテランの方たちがおごってくれるわけですよ。お、お前好きなの買えやっつって、ね、弁当とかね買うてもらって、そう、それがもう一連の流れでしたね。いやー懐かしいね。懐かしい。
いや見てよこのでかいですね。でかないえぐいでこれ。試合やってないよな今日。やっててほしかったな。なあ、まあ、シーズン終わっちゃいましたもんね。そうやな。応援団っていうのはね規則を守らなあかんから、これ、はい、ここからすぐそこに行けば、はい、もう入れるやん、はい、けど横断歩道を渡らなあかんっていう。だからあっちにね横断歩道があんのよ、あちらに。そう、ここを短縮してねショートカットすることは絶対 NG や。怒られちゃいます。怒られちゃいます。いやそんだけ方でね。そうだよ、決められてますもんね、うん。いやそんだけちゃんと規則にはね正しいっていう、本当に規則正しい応援団やったと思いますよ。素晴らしい団体です。素晴らしいと思いますよ本当に。まあ若い頃はねこんな横断歩道お前こんなショートカットしたらええなと思いながらもね心の中では思いながらいや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 、来ましたね。来ましたね、ついに名古屋ドームの。今バンテリンドームですか。なんなんそのバンテリンドームっていう名前。バンテリンやろ。バンテリンのバンテリンやろ。おかしいな名前つけたら。俺はもうずっと名古屋ドームって言うでね。まあね、名古屋ドームで定着してるんでね。そうや、名古だよ、名古。名古道すよね。ここに階段がある。トイレはあちらになってますよね。大丈夫。はい大丈夫です。さっきもう放尿したい放尿したいって言っとったけど大丈夫。大丈夫です。大丈夫。ここなんか案外あれやね、なんか颯爽としとるというか、あんまインパクト力がないやね。ここ通常の階段すごくないですね。でここさ、こう台車でさ行くわけやで、スロープもなんもないから、こうやってさみんなでこうやって台車をせーのちってこうやって運ぶわけ。結構重労働ですよ。もう重労働よ試合前から。こんな階段をもう、はいはいはい、あー下ろすよ、うわーいみたいなね、うわーいみたいなね。では、ようやく来たね。あー来ましたね。来たね。いやいや、懐かしいよ。このゲート左ね、ほれで、こうね、試合前だとか、はい、来るとこういう席にもういっかつい、はいはい、熱い応援団の方らがこう座ってタバコを吸っとんの。ガツもうだからもうそこにおったらおざっすおざっすこの感じ。なるほど、いっぱいなんのおざっすおざっすおざっす。でこうタバコ吸いながら、はい、怖えんだってこれがまた怖えけどかっこいいんだよね。もう本当にしびれるよね。中入らへんのこれ。入りたいですけどね。でここやね。7ゲート。例の7ゲートですよ。7ゲート。我が家の入り口ですよ。懐かしいよ。何もがない。ほら。ねえ。球場も見られてる。あーあーあーあいや懐かしいね。球場なんか見られへん。あ閉まってんの。閉まってますかね。真っ暗やな。23ゲート。23ゲート通路か。あ23通路。ああそうやね。まあまあそんな感じですよ。もうこの光景が懐かしいね。試合終わったらね、7ゲート出て、うちの会は7ゲート出て右ここ、はい、ここでミーティングするわけよ。なるほどね。まあお偉いさん方からこう挨拶をして、はいね、で副会長やなんやらし、いろんな方がこう挨拶で三本締めしてで帰りますよ。でまた同じ道をこう帰ってきますよっていう一連の流れ。懐かしいね。
どう、この俺が名古屋ドームにおる感じ。懐かしい。うん、懐かしいです。懐かしいよね。俺らさ、トランペットケースをさ持ちながら、はい、ステッカー、応援団のステッカーをさ、ファンに見せつけるようにこう歩いていくわけよ、こうやってね。で、周りがあら、やだ、応援団の方かな、みたいなさ、こういう、なんかそわそわしとんのをこう、なんかさっそと格好つけてこうやっていくわけよ、ね、それがやっぱ応援団の醍醐味よ。なるほど。本当にいやいいね。まあ、こんな動画やけど、もうちょっと向こうも見ていく？行きましょう。いや、人がいないからさ。そうです ね、こう動画回しとっても全然苦じゃないけど、いっぱい人がおったら回せれんもんね、恥ずかしい。逆に、うん、いいですね。いいよね。これ見てくださいよ。出ました、暴力団の上場宣言。見てください、暴力団および悪質な応援団を球場に入れません。応援団および悪質な応援団を選手、監督、コーチらに接触させません。なっ、あれが暴力だ、誰が暴力だ。なあ、おかしいんちゃうか。ねえ、なあ、ちょっと言うたってよ、カズ君もさ。ねえ、マルシン会が応援できなくなって、はい、どうしたんやったっけ。NPB に電話しました。すごいよね、 NPB で電話するぐらい。もう どういう感情やった、その怒り狂った。もうただただ腹が立ちました。まあ、もうだからそういうことよ、ね、何にも知らない、ただ球場でさ、あんだけ盛り上げてよ、はい、まあ、周りからかっこいいかっこいいっていうさ、応援団を潰してやで、してんねん。ボールが長さ女性に言っとる意味はわかるけどさ、理にかなってないよね。ねえ、ダメだよ。やっぱり僕のみならずね、うん、まあ少なからず、うん、応援団ね、うん、楽しみに球場に来てる方々も、そうよ、じゃ本当にそうよ。だからいらっしゃるので、そう、おっしゃる通りで、中日ドラゴンズを応援するのはもちろんやけど、応援団を見に行くだとか、はい、ね、応援歌を歌いに行くだとか、はい、やっぱそういうことも目的の一つで。そうです ね、あ、もうだから先発バッテリーの発表からさ、そわそわするやん、はい、分かるやろ。対しましてドラゴンズのピッチャーはうまいです、朝倉みたいな、朝倉しましたてるるるるるーつって、それらさくらーたらたたたつって、うわいっつってな。これよ、ほんとに。まだ客は埋まってないけど、ライトスタンドとかもさ、試合開始前やから、そのちょっとまだ声が少ない感じもちょっとマニアックでいいわけ。いいですね。いいよ、スカスカの状態での、そう、このトランペットの響き渡る声、響き渡る音色と、ああ、そう。で、あそこにね、トイレがあるんやけどね、僕、はい、一般時代はね、着替えのユニフォームを持ってて、はい、あそこのトイレに入って、井端のユニフォームを着て、球場に行くっていう流れでしたね。なるほど。懐かしいね。ココイチができたんですよ。マジ？そんなことあんの？ココイチがあんの？ココイチあります。えぐっ。皆さん知らないですか？ココイチは知っとるよ。できたの知らない、知らない。ここ前なんかカフェかなんかじゃなかった、違ったっけ、なんかちょっとなんか飯食うとこじゃなかったっけ、こんな感じでした、ね、なんかテラスがちょっとあってみたいな、違ったけど、やな。いや、いいね、チケット売り場もちゃんとあるし。ありますね、うん。さあ、当日さ、そのチケットがないときに、はい、レフト側のチケット売り場に行って、はい、まあチケットを買いまして、はい、パノラマ B かなんか、はい、それでちょっと野球場に入らせていただいたところもね、ありましたね。本当になかなか優先販売を受けて、あらかじめこの日に試合を行くって決めて行動することは僕はできなかったんで、はい、ああ、なるほど。そう、金銭的な面もあってね、
はい、そう突発的にちょっと行きたいですっていうのもあったんで、ちょっとチケットをね、はい、あの買って入らさせてもらったっていう、なるほど、そう経緯もありますね。懐かしいね。懐かしいです、ね、これ何、こちらはこれもいかついいかついですね、応接間みたいな、シーズンシートな、シーズンシート専用ゲートってこと。そうです、いわゆる今名古屋ドームって、うん、赤色のバックネットが赤色じゃないですか、席が、はい、おう、それがシーズン席だ、それの入るとこじゃないマジで、ここもあんまりわかんないんで、あれなんですけど、すごいな、レクサスオーナーが入るところみたいな、すごいですね、例えうまいですでしょなるほど、この辺がこの辺シーズン席ですね。で、25通路があってな、ここですよ、そうや、そこよ、あ、懐かしいわ、本当に。あ、TikTok でも話したけど、パナナマ B のね、はい、最前列もバカにできんよっていう、これはあれで醍醐味がある、もう醍醐味があるよ、51列っていうね、パナナマ B の一塁側の最前列を確保してやね、下を覗き込んで中日ドラゴンズ施設応援団連合の応援風景を上から見るっていうのはね、これはめっちゃ最高のロケーションですね、最高よ、応援団好きからしたら、もうほんまにね、もうよだれが出て、まあ、下にライトスタンドにもう垂れるぐらいので、旗ブワー回してるけどさ、下にブワー回してるけどもうペタ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 よだれがついちゃうよっていうぐらいの、はい、ね、例えだけどね、いいですよね、あそこから撮影したらなんかね、なんか動画とか見たいよね、なかなか YouTube に上がってないからね、ああ上がってないですね、で、あれは何、イオンはもう潰れちゃうのかな、おそらく工事中ですね、なんかサンダー職人さんが、こんなんさ、試合がない日とかさ、はい、あの人入らねえんじゃん、名古屋ドームはいいよ、ガラガラ、ね、ガラガラやろ多分、多分、うん、まあ、土日はちょっとまあ俺か分かんない、そうやな、うん、見てこい、誰か頑張りしろ、頑張り いや懐かしい、なるほど、うん、散歩もいいっすね、いいね、でも寒いけど結構寒いです、寒い、ほらドラゴンズの帽子をかぶってる方が歩いてらっしゃる、顔もザイクかけながら、頑張れ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ、ビブラートが重要です、そうドラゴンズいいですね、このね、俺2004年のさ、はい、あのもう優勝セールの時にもうひたすらさ、はい、あのいろんななんていうのショッピングセンターに行けばもう燃えよドラゴンとか流れとった時代、あ、なんか前奏がジャーン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 ダダダダダダダ、遠い夜空にこだまする竜の叫びを耳にして、名古屋ドームに詰めかけた僕らをじーんとしびれさす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズつってな、水木一郎さんが歌うわけですよ、鳥肌立つやろ、立ちますね、今でもたまに YouTube で聞くんやけどさ、2004年のなんか球場バージョンみたいな、はいはい、もう鳥肌トリッピーだよね、そわそわってなるもん、運転しながらもうたまらんよね、あ、結構歩いたんじゃん、結構歩きましたね、一周しました、した、まあ、東チケット売り場なんで、じゃあもうすぐレフトやろ、あ、まだレフトっすか、これ今ちょうどレフト側かな、いやー、懐かしい、いいね、
どうしました？当たり。これちょっと皆さんご覧ください。これは誰もが安心して観戦できる選手がフェアプレーに専念できる。ビジョンを追うために私たちは力を合わせてボールが別な応援団の会場に取り込むことを宣言しますだと、ね、これちょっと読んでみて。1番暴力団および悪質な応援団を球場に入れません。はっけーで2番読んでみて。暴力団および悪質な応援団を選手、監督、コーチらに接触させません。はっけーってな。最後これいこう。暴力団および悪質な応援団の不当な要求に屈しません。はっけーってな。何をおっしゃっとる。本当ですよ。何回書いてんねんこれ、ほんまに。なあ、1個で十分っす。1個で十分やな。1個で十分です。2個書いてあるからな。本当に。トランペット吹くだけやん。ねえ。ねえ、ドラム叩いてさ、笛吹いて、お前、旗回すだけやん。ただそれだけやん。選手のために応援してるだけじゃないですか。これ放送できる？大丈夫？どうなんですかね。はっ。だからさ、もうなんかヤクザとかさ、ボルグランとか言うてるけどさ、はい、昔はそういうさ、いかつさ、はい、ああそういう会を守るようなさ、いかつさと包容力、はい、包容力、ああ、はい、そういうのもやっぱ、ないとやっていけなかった時代だと思うんですよね、多分ね。そうですね。ああそう、いや本当にかっこよかったしさ。かっこよかったですね。ああもう顔真っ赤にしてトランペット吹いてる姿だとかさ、はい、どうやった？僕のトランペット姿は。かっこよかったっす。わかったやろ。で、俺がさ、喫煙所でタバコ吸っとるときにさ、声かけてきたんやろ。懐かしいですね。それちょっと説明しようね、タイ。ですね、あの応援団の人、タバコのとこいると思って、ああ勇気を振り絞り、ああ、まあ、2分3分ちょっとためらい回って、うん、見ながら、うん、まあ、意を決してですね、はいはいはい、まあ、しゃべりかけたんですが、まあ、その時は、うん、小田康平の応援歌に結構ハマってまして、うん、ああなるほど、新曲やね、はい、そう当時は、うん、で小田康平の応援歌めっちゃかっこいいですね、うん、と、うん、勇気を振り絞って言ったわけですよ、うん、常さんにね、うん、もう俺が作ったんやで。調子こいとる、調子こいとるな、調子こいとるが、うわすげーと思いながら、その時本当に、うん、そう、応援歌は俺が作って、歌詞は白竜会の方が作って、あなるほど、共同制作ですね、そう、うわめっちゃ俺今喋れてるの夢なのかなみたいな、今もこうやって今もですよ。あ変な感じやね、こう応援なんでちょっと芸能人じゃないけどちょっとね、あの有名人みたいな感覚があるが、うん、はい、俺もあったからさ、はい、応援団入った時にその先輩ら、その一般ファンの時代に見てた応援団の人らと一緒にこのライトスタンドにおる、はい、一緒に隣におるだとかさ、そういうのはやっぱすごいなんか変な感じだったよね。うん、まあまあそんな感じでね、テロ警戒中って書いてあるし、それまがいな言葉書いてありますね。本当にね。あ、まあ、そんだけ日本が物騒な世の中になったらちょうどいい。そうですね。ほんまほんま。タバコ吸うとこないのこれ？喫煙所ってない？行きたいですね。あ、一本芝箱や。はい。どこにある？いいんでしょうね。喫煙所。名古屋なんでなかなかないですよね。もうほんまそうよ。境とか行ったら本当路地裏とかでタバコ吸うしかないもんね。そうですね、うん、まあ一周もしたことやし、そんな感じで7ゲートに行きますか。帰ってきましたね。ね、ただいま。ただいま。まあそんな感じで今回の動画はちょっと名古屋ドームを散歩してみたっていうね、その応援団時代に、まあ、どういう流れで球場に行ったのかっていうちょっと未練がましいね動画になりましたけど、まあ、久々にこうやって名古屋ドームに来れて、まあ、ちょっと楽しかったなと思います。当時は本当に応援がなくなって球場を見るのも嫌だったし、近寄るのも、まあ、自分的には嫌だったっていう状況もあったんですけど、まあ、こうやってね、カズ君が一緒に行こうよって誘ってくれて、ね、今に至るんで、まあ、ちょっとそれは感謝したなと思います。また来年シーズンが始まったらぜひちょっと球場行こうか。はい、ね、
ぜひお願いします。中の具合も見たいなというところで、来年ちょっと見たいなと思います。じゃあ締めましょうか。はい、どうしましょう。3本締めで行きますか。いい、誰もいらんからちょっと声出していい。はい、はい、それでは皆様お願いしたく、よー動画ご視聴よろしくお願いします。さようなら。